3回戦でまた厳しい相手を迎えます。さあ、この後3回戦です。相手はアテネオリンピックの金メダリスト、同じく81キロ級から階級を上げてきたイリアです。最初にイリアですがいい組み手に持っていきました。そしてポイントありませんでした。これがオリンピック金メダリストイリアディスの最初に切れ味のある技を出していきました。巻き込んできました。いや、片丸さん、はい、意外にもこの2人は初対戦だそうですが、はい、今そうですね、ポイントがなかったことに対して今ちょっと競技に入りそうな仕草を主審が見せました。有効です。有効になりましたね、はい、イリアディスに最初に有効のポイントが入りました。まずしっかり組み手を作ってですね、間合いを取りたいですね、はい、イリアディス選手は確実に寄ってきますから、はい、そこをしっかり抑え、はい、いいですね、今みたいに足を使う、そうですね、はい、初戦がオリンピックで2個メダルを取っていたゴンチクを下してきました日本の小野。3回戦はアテネオリンピックの金メダリスト、世界選手権でも2回の銀メダルの実績を持っていますイリアです。さあ、激しい展開になってきます。ただ小野はなんといっても国際大会5連勝の実績を持ってこの世界柔道に乗り込んできました。30歳、そして井上康生コーチ、小野が本当に今はいいんですというふうに大会前も語っていました井上コーチです。今回の日本男子の中でもかなり、金丸さん、はい、金メダル大本命というふうに言われているこの小野ですから、はい、もちろんプレッシャーもあると思いますが、ここ大事な山になりますね、この試合は。やはりここをなんとか勝つ、ここでやはり優勝が見えてきますね、はい、そしてここはイリアですが、イリアです、組手に入ってきます。イリアです の, 背中のあたりを取ってくる組手は小野が本当に嫌がっている組手です。右の組手小野、小野は持ちさえすればあっという間に投げる技を持っています。ただなかなかその組手は持たせてもらえません。ただイリアディス選手は後半弱いですからね、はい、出てきますから、そこをしっかり仕留めたいですね。そうですね、はい、これいきません、背中を取ってくる、イリアディスが背中を取ってきます。そしてここで組み止めた小野ですが、持たせてはもらえません。逆にイリアディスまた背中、内股はここは空振り、大内刈りは持っていけませんでした。これが3回目の世界選手権です。カイロでは銅メダル、そして去年のロッテルダム世界柔道は金メダルを期待されながらの3回戦敗退でした。ただ組負けてもですね、慌てることなくバタバタしてませんから、はいはい、投げられる心配はないと思いますけどね、はい、指のあたりから今出血がありますので、ちょっと一旦治療をする必要がありそうです。ただですね、こうやって時間を置くとですね、はい、イリアディス選手は回復しますから、そうですね、なるべくここは短くいきたいんですけどね、はい、血を止める必要があります。奥さんの美里さん、そして長女はミリアちゃん、次女が京香ちゃんという、もう柔道会場ではおなじみになりましたこの家族での応援です。篠原監督、30歳の小野を信頼して、今回は小野がスターになる大会なんです、そう語りました。よし、よし、しまった。しかしここは入らない。いいですね、今の組み際みたいな技もいいですね、今一瞬小野が間を置いてそこから攻撃に転じてきました。今度は大内刈り、攻める、小野が攻める、追い詰める、金メダリストを追い詰めていく、ペース上がってきましたよ。無冠の30歳小野、まだポイントのリードはイリアディスは有効だけ、十分逆転できる、そんなポイントです。少し小野がギアを入れ替えました。イリアディスの組手もここは簡単には入れさせませんでした小野。そしてこの組手争いから、まずは右の釣り手ですが、イリアディスがここを取ってきました。頭を下げさせられた、下の位置から今度は組手をコントロールしていく小野ですが、片手を切られた、そして大外入ってくる、ここは不用意に半身になってはいけない、頭をつける小野、この嫌な組手をなんとか乗り切ります。さすがイリアです、さすがギリシャの英雄です。イリアですは17歳でアテネオリンピック81キロ級のメダルを取りました。先に小野に対して指導が来ました。ここはイリアですが、これも組手を取った、取った、イリアですの組手です。
まあ、背負い投げに切り返そうとしましたけど、十分でしたね。どこかでこの流れを変えていかなければいけません。一瞬重い流れが来ましたが、その後イリアリスが再び自分の流れに取り戻した。今流れの中で足を取ろうとしましたが、ね、これは反則負けになります。この辺りなら体に染みついたイリアリス、もともとはこういった柔道で世界の頂点に立ちました。さあ小野は組みたい、左から取ってきます、ね、そして右の攻め、スタート取ったがこれ切られる。なかなか右手を持たせてもらえません。強引に行ってもいいですよね。ここは辛抱ですね、はい、今回日本柔道100個目の金メダルに向けて大きな期待のかかる小野隆史、1回戦も苦しい戦いでしたが、逆転勝ちました。もう一度にいいですよ、いいです、いいです、いいです。さあここまた小野のペースに変わってきたが、イリアリスがその危機を察知してスーッと小野を押し出していきました。今のコンビネーションは良かったですね。もう家族は祈るしかありません。いつもの柔道をしてくれれば夫は絶対に勝てる、これは美里さんのコメントです。家族の思いも強くなりましたよ。と切られる。しかし1回戦もこんな苦しい戦いから逆転勝ちでした。小野前に前に前に行くわけですチャンピオン相手にリードを許した。今足を取りに行きました、連絡技流れの中での足取りというのは今でも可能なんですが、今はいきなり行きました。あ、持ちましたね。これは反則負け、一発レッドになるはずですが、この新ルールに代わって足取りは禁止になっています、はい。主審が確認に行きます。非常にデリケートな判定になりますから、あ、もう美里さんはもう見ていられない、祈るしかありません。もともとギリシャのイリアリスは17歳の時にオリンピックのチャンピオンになった時も、片丸さん、はい、どちらかというとこういった変形の柔道でしたもんね。足取りは得意な選手ですから、思わず流れの中で出た可能性がありますが、すね、取りません、取りません、ならない、取らない、小野は自力で行くしかない、いや、さあしかし小野はこれでスイッチが入ります。そうです、いいですよ、もうこの流れ、守り入ってきますから、下がってきますから、追いつかれもいいですよ、もう全ての思いを託すしかありません。残り40秒、まだチャンスあります。最後まで分かりませんよ、イリアリスには指導も来ません。また背中を取ってくる。あ、これはイリアリス。5万人でも行った方がいいです。うまい柔道をしてきます。頭を下げさせられる。行けます。苦しい流れ、悔しい流れ、全てを日本にかける。背負ってきた。さあ、組み際、組み際にかける。大外。逆に投げられます。残り16秒。まだ分かりません。一発はいいんで、まだ分かりませんよ。まだポイントは有効だけ。イリアリスリード。国際大会5連勝で迎えた小野、世界ランク1位の小野、残りが8秒で止まります。3回目の世界柔道、届かなかった悲願の頂点、今回こそは最後にかけてくれ。残り2秒です。今回の圧倒的な優勝候補の小野、負けてしまいました。ここで敗れ去りました。オリンピックチャンピオンイリアリスの前に小野、1年ぶりの敗戦です。小野が30歳にして迎えた最大の世界チャンピオンへのチャンスでした。